くだらない、何もかもがどうでもいい。皆さんこんにちは。僕の心のヤバいやつで市川京太郎を演じている堀江俊です。僕は頭がおかしい。はい、ということで市川、僕が演じる市川くんはこうクラスでは割と目立たない部類に属している、まあいわゆる陰キャと呼ばれる小さな可愛い男の子なんですけれども、まあ、すごく最初はこう山田に対してはこうなんかムカつく女というか、殺してやりたい女ぐらいにまで思っていたんですけど、そんな彼がこうまあ山田や他のクラスメートたちとこうコミュニケーションをしていくうちに、こうそういったこう心の檻みたいなものが解けていって、徐々に自分のこの中にある本当の気持ちって恋愛なんじゃないか、好きっていう気持ちなんじゃないかっていうことを自覚していくんですけど、その過程がこうすごく見ていて微笑ましくて、市川くんがこうどんどんこうなんだろう、人間らしくなっていく様子をこう微笑ましく見守ってもらえればなと思っています。具体的にまだ何話かっていうのは秘密なんですけど、あのとあるシーンで市川がこう袋をかぶって話すシーンがあるんですけれど、そこをこうアフレコしている時にどうしたものかってスタッフさんたちと話して、こう、まあ、加工で袋越しに喋ってる風にもできるけど、リアリティをこう追求したいとなると実際にやっぱり袋をかぶった方がいいんじゃないかっていう話になって、でまあ僕いつもこうアフレコ現場コンビニで買ったものを持参して飲み物とか持参するんですけど、その時にもらったコンビニでもらった袋を実際にかぶってちゃんとその目とあの口の部分呼吸できるように穴開けて自分の袋をかぶって収録したっていう話数が実はあるんですけれども、本当にでもおかげでちゃんとこう袋をかぶって実際にやったので、随分とリアリティのあるシーンになったんじゃないかなと思っています。何話かはまだ言えないんですけれども、ぜひお楽しみにしていてください。僕やばの出演がこう決まってから、こう世間の皆様にいただくお声の多さとかですごくこう改めて僕やばっていう作品の影響力を思い知って、でかつこう世間の皆様だけじゃなくて、僕あんまりこう友達いないのでそこまで友達から連絡は来なかったんですけど、あの普段なかなかこう他の作品だとこうなんかね、わざわざおめでとうっていう風には来ないんですけど、僕やばの時だけ一人だけあのおやるじゃんみたいなあのメッセージが同業の友達から来た時に、すごくあ僕やばってすごいっていう風に思ったんですけど、本当にまあそんなこうとても面白い僕やばに僕が市川として参加できることがとても嬉しいです。本当に面白い作品なので、ぜひこれをご覧の皆さんにもこの作品、漫画もですけれどもアニメもぜひ周りの皆さんに広めてくだされば嬉しいなと思っています。お願いいたします。ドイツのファンの皆さん、僕の心のヤバいやつは4月より秋葉バス TV で配信予定です。バイバイ。最初から分かっていただろう。分かる。本当は約束だよ。今までごめんなさい。全部ありがとう。気持ちが伝わりそうで怖い。それでも本当は欲しくてたまらないのに、僕はどうせ手に入らないから。こんなにも僕は山田が好きなんだ。